るかな、ちゃんと。見えてますか？カクカクで。投稿もできてるかな？ X の通知来てる？見れてる？ショールームも。動画だから、動画を載せたんですけど、X の方。動画だからかめちゃくちゃ重くて、送信できてるのかわからない。見えてる？配信も見えてる？本当？よかった。ありがとう。こんばんは。今日はね、22時からそのこの度 Doomsday っていうゲームアプリとコラボイベントが始まることになりまして、その Doomsday の話は22時からしたいと思います。そう、今動画撮ったの。そうなの。今リハから帰ってきて、メイクして髪の毛三つ編みして着替えて、今撮ったやつを、本当に2、3分前に撮ったやつを投稿しました。10回ぐらい撮り直しました。口が回らなすぎて こんばんは。今撮った。そうなのよ。すいません。ぜひよかったら見てみてください。チェックしてみてください。その話はまた22時からしますね。22時になったら教えてください。よかったら。ちょっとパセすぐ時計ね、忘れちゃうから。あ、アラームしとこう。21時59分にアラームしとくね。こんばんは。そう、何着たらいいか分かんなくて、またノースリーブのさやつ着ちゃった ノースリーブ着て撮りました、 X の動画。あ、ギフトありがとうございます。ちょっと遡って読みますね。福ちゃんお疲れ、5個。さあちょさんお疲れ、台湾ジョジョさんラブレター、西さんお疲れ、大吉さんハート、福太郎さんお疲れ、新一さんお疲れ、マスク依存症さん10とハート、スプマンテさん、クマ、クマの10、10周年クマ、陣内さんお疲れ、カードリさん、新一さん、シンさん、春坊さん、チンさん、マクールさん、マルさん、シェンさん、アルテミスさん10、ありがとう。マスク依存症さん、さとこさん、ハートありがとう。中田田さん、10周年クマ、ゆうたくんお断りです。あんばさんお疲れ、しんちゃんさん、こうじさん、中田田さん、みきやくん、りゅうせいさん、みぎたぴぽさん、らくさん、さわっちょさん、こかじやさん、10周年10ありがとう。わらいおんさん、いっさありがとう。10個、ありがとう。あんばさんお疲れ、クックさん、ペロペロキャンディー、ワライオンさんアイスありがとう、ミギタピッポさん、サワッチョさん、トールさん10ありがとう、オーさん、コカジアさん、ハート、シンイチさん、ペロペロキャンディー、ホイホイさん、ダルマ、コウさんお疲れ、クロさん、ペロペロキャンディー、カズノシンさん、スイーツワン、スイーツなんかいっぱい乗ってるやつありがとう、マウナさん、小判ありがとう。時すでにお寿司さん、お断りです。流星さん、陣内さん、アルテミスさん、いっちゃん、人生さん、10、ありがとう。ありがとうございます。たかしんさん、ペロペロキャンディー。あるさん、かわいい、ありがとう。いっちゃん、ペロペロキャンディー、ありがとう。もりもりさん、だるま。かずのしんさん、10周年くま。しもきちさん、かわいい、ありがとう。コウさんお断りです。おみかんさんお疲れ、ミスターさん10周年クマ、山崎さんペロペロキャンディーとお疲れありがとう、ジャーパングさん10周年クマありがとう、とっちゃん、おみかんさん、ベニちゃん、ふくちゃん、たくやさん、カードリさん、レフトさん、あきもさん10ありがとう、ゆうたさんハート、山崎さん10周年クマ、フレーベさんも10周年クマありがとう、しんいちさんお断りです、しゅんぼうさん、ひかるさんハートありがとう、こうさんお断り、かずのしんさん、ペロペロキャンディーありがとうございます。ありがとう皆さん、ギフト。みきやくんハートありがとう、りゅうせいさん、レインボースター6個ありがとう、ありがとう、じんらいさん、ペロペロキャンディーありがとう、
いいね、お菓子のギフトは可愛くて。いいですね。幸せな気持ちになるね。こんばんは、皆さん。あのユミリンさんの卒コンが2日後にあるんですけど、そちらのグッズもね、今日発表されてたので、よかったら覗いてみてください。どんなものがあるかなって、見てみてください。ナルシさんハート、ジロ君お断り、ジャーパングさんハートありがとう。パセはね、あ、待って、ゾンビの話はまだ22時までお預けです。22時になったらします。それまではおしゃべりする。あ、間違った。グッズのお知らせが出てまして、あ、でも STU のさ、公式サイトには出てないんですね。 X でしか見れないやつなのかな、ユミリンさんの卒コンのグッズ。ちょっとまだパセリ iPad で X 見れるようにしてなかったから、ちょっと見れない。今出張で広島来てるのに3日に帰らないといけない。なんで？帰っちゃうの？帰るの？すれ違いだね。宮口ひろしさんハートありがとう。こんばんは。ユミリンさんの卒コングッズはいろいろ出てましたよ。新しいアクスタも出てた。パズル型？なんかパズル型のアクスタと、あとはユミリンさんの個別の大きいうちわと、あと歴代のユミリンさんのセンター曲の衣装のアクスタのキーホルダー、アクキーと、アクリルキーホルダーか、アクキーと、あとはなんかいろいろ出てましたね。新しいグッズがいっぱいあったね。ぜひぜひチェックしてみてください。めっちゃきのこさんハートありがとう。しんいちさんペンライトありがとう。全部気になるけど、自分がどんなやつ写りなのかちょっとまだ分かんないから、ちょっと気になるとこですね。新曲サブスク解禁されました。お、もう聞いてくれてる？パセリの声聞き分けられてる？一番の歌割りは6人か7人ぐらいいるけど、2番の歌い出しはあの南さんと2人だから分かりやすいかもしれない。声が、2人の声を聞き分けてください。持ち肌さんハートありがとう。としやさんバラありがとう。としさんラブレターありがとう。サーティアのサンデーを食べてきます。まさかハリーポッターコラボのやつ食べたい。あれ食べに行きたい。ちょっと22時からドゥームズデイを実際にやる配信をしたいんですけど、私スマホ1台持ちじゃないですか。できるかな、こっちの iPhone7 でも。厳しそうな気もするな。難しいかな。お、パネル発送された。え、ねえ聞いてほしい。パセもパネルね、あ、メンバー用のパネルをもらったんですよ。いつもいただけるんですけど、自分の分もらったんだけどね、この前事務所で受け取って、でリハの会場に移動するときに事務所のどこかに置き忘れてきちゃって行方不明なんです。行方不明でして、今事務所のどこかで。ごめんごめん、ちょっとすいません、止まってました。ただいま、ごめんよ、すいません。皆さん X の投稿をやり直しましたので、また見てくださると嬉しいです。 X の投稿ちょっと記入漏れがありまして、同名名が間違ってました。あの O なのに0にしてたので丸違いでした。ゼロかと思いきや O でした。ちょっとそこのミスがあって、マネージャーさんから間違ってます、投稿し直してくださいって言われて、ちょっとすいません、そこのちょっとミスがあったので急いで投稿し直しました。
すいません。こんばんは。ただいま。そう。M O アンダーバー、あ、違う。M アンダーバー O 二です。そこをゼロにしてましたね。あ、アラームが鳴りました。皆さん22時からドゥームズデイの話をね、するよ配信なので。そう、O だったわ。ごめんごめん。そう。コラボイベントについて話しますね。説明する、いろいろと説明いたします。なんとね、いや待って、ちゃんと22時から出たからまだ59分だから粘ろう。こんばんは。ドゥームズデイ、こんばんは。まこばやさん、ハットありがとう。ナルシさん、ペロペロキャンディ。浦部さん、アイスありがとう。こんばんは。このイベントは今日から始まるんですけど、もうメンバーはすでにもう始めてまして、私もねやってるんですけど、リハ期間とかもリハの合間にやったりとか、家に帰ってきてからコツコツ進めてるんですけど、このイベントでね優勝すると、なんとなんとね、 BLT さんで、あの BLT さんだよ、私が STU に入る前から数々のフォーテートグループの先輩とかを見ていた、あの BLT さんの雑誌にてグラビアの掲載があります。もうこれは1位になるしかないと思って、これが最終的な終了の時の1位の得点で、中間発表が11月15日のシングル発売日に中間発表あるんですけど、この時に1位だったら広島駅の大きいあの広告モニターにドゥームズデイのモデルとして出演できるっていう権利がね、中間発表の時にもらえます。そう、 BLT さんで、でこれがパセリ一人のイベントじゃなくって、あの二人一組でやるんですけど、ゆきりかとパセリのリカセリカコンビで、今回のペアはね、ゆきりかと私のリカセリカでやっていくので、ゆきりかと私のポイント数と、ファンの皆さんもそう大事なんですよ、大事なんだよね。そうなので、これは人が多い方がやっぱ有利なので、みんなちょっとゲームとかあんまりできないよって方もね、もしかしたらね、私も普段あまりゲームをさ得意とする方じゃないけど、マイハさんとか、今回コラボメンバーにいるんですけど、マイハさんとかはショールームでゲーム実況するぐらいゲーム詳しいというか、ゲームよくされてるんですね。でも私はそんなゲーム実況とかするようなタイプではないんですけど、ちょっと今ね地道にコツコツ進めておりまして、そうコツ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 やっていくことでポイントが強くしていくには、ゾンビ、なんかこれゾンビなんですよ、ゲームがゾンビのゲームでして、そうだ、ゾンビを倒していくんだ。だから最初はね、わあゾンビ、やっぱゾンビって怖いじゃないですか、だからおおと思ったけど、最近慣れてきました、慣れてきて、このドゥームズデイのコラボサイトがあるんだけど、 STU のこのコラボサイトの
この私のところからダウンロードすることで私の同盟に入れるシステムです。このゲームはね、あのね、ゾンビ、もうとにかくゾンビと戦うの。なんて説明したらいいの、ゾンビゲームですね。そう、コツコツ自分のその戦うキャラクターを育てて、いろいろ訓練とかがあるんですよ。訓練とかしたり、いろいろこうポチ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 毎日地道に続けることによって強くなっていくから、その自分のチームでゾンビを倒しに行ってどんどん進んでいくっていうゲームです。簡単に言うとっていうか、逆に難しくなっちゃってるか。そう、武器とかを強化するの。そうです。で、いろんな武器のねキャラクターがいて、でそのキャラクターをゲットして、そう、本部があるんよ。で、本部レベルを上げるの。本部レベルを上げるのと戦力を上げるので、ポイントがどん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 溜まっていくから、やっぱメンバーファンの皆さんと私たちメンバーでやるんですけど、ファンの皆さんの一人一人の数が多い方が有利なんですね。このポイント数が、本部レベルが25になったら1万ポイント、レベルが13だったら100ポイント、本部レベル13で100ポイントで、25で1万ポイント、こういうポイントがそのパセリの同盟だったらパセリに加算されてって、でそれをパセリとユキリカで足して他の、あのグループと競って1位が決まるよってやつなんですね。なんですよね。あ、これ1位の商品は、中間発表は広島駅に広告掲載決定、そして最終的に月末に30日の18時までに1位だったら BLT さんのあの雑誌で、あの有名な BLT さんのカラーで6ページ、これ大事ですよね。カラーで6ページも載れるですよ。もうこんなちっちゃとかじゃなくて6ページユキリカとパセリが載るっていう、1位だったらね、そういう感じのイベントです。ちょっと説明がちょっと難しかったけど、メンバーはね、これは 1,2,3,4,5 ペア、今回5ペアあって、1つ目のペアが宇都宮りねちゃんと小島愛子ちゃん、もうここはゾンビですね。ゾンビ、りねはゾンビが得意、ゾンビのモノマネが得意としている、もうゾンビの人で、私とゆきりかのペアで、まひなさんとまいはさんの一期生さんペアで、あおいさんとくるくる、このくるくるが前回のゲームイベントの優勝者なんですよ。で、あおいさんも前回ゲーム出てて、すっごい強いという噂を聞いてまして、ここのあおいさんとくるくるペアがちょっと強そうだなって。そう、ショールームは何も関係ないです。ショールームは関係ございません。そしてさやかりんとなっちゃんのペアです。この5ペアで競うんですけども、ここで5チームの中から優勝すると雑誌掲載、 BLT にカラー6ページ載るよっていうイベントです。そうなんだよね。で、マイハさんもさ、さっきも言ったみたいに普段からゲームとかゲーム実況とかしてるメンバーだから強そうだし、でリネはゾンビだから、もうゾンビのものにはガチだから、この前もショールームイベントもそうだったけど、そう、サーカリンも強い。そうなんだよね。だからどのチームも強いので、そう、
まだね今日から始まっていくから、どんな感じで他のメンバーがどれくらい進めてるかもメンバー同士分かんなくて、私もやってはいるけどそれ以上にメンバーがやってる可能性もあるし、私が飛び抜けてる可能性もあるし、その今の基準がまだどれくらいか分かんなくて、でアプリを入れてもらうんだけど、アプリはこのホームページから入れないと対象にならないらしいです。そう、人が多い方が有利なんですよ、ポイントが加算されるから。このどうやって競うかっていうと、このポイント数なんですよ、本部レベルと戦力を。めっちゃくちゃ弱くても、めっちゃ弱いよって人がいても100ポイントは入るから、そういう100ポイントの人が10人いるのと超強い人が1人いるのだと、なんかまたこうコツコツが積み重なると大きい力になるというか、そうだからね、たくさんの方が協力してくださると、あの最終的な優勝に近づくことができるというイベントになっております。そう、このホームページ以外からダウンロードしたら意味がないらしいので、ちょっと詳しくはイベントのホームページにもいろいろ書いてあるのでチェックしてもらえたらなと思います。ご主人様お断りです。こんばんは。あ、そう、ライキンとか、あの今まで他のメンバーがやってたアプリとかと同じように同盟を作って戦うってやつなの。そうで、パゼは以前 STU のメンバーみんなやっていたドライグのアプリのやつ以来でこのゲームとかやるので、本当に私も説明できるぐらいね、詳しいわけじゃないから、一緒にいろいろ覚えながらとかやっていけたらと思います。先にやってはいるんだけど、まだなかなかねコツをつかめなくて、ゾンビに負けてるんですよ、ずっとずっとゾンビに敗北してて、とりあえずあの訓練してます、たくさんコツコツ訓練を積んでます。え、同盟申請できた？やった、ありがとう。同盟申請はスタッフさんが許可してくださるのでちょっとお待ちください、よろしくお願いします。そう、パセのダウンロードのところ、パセリお先セリカのここの、ここからダウンロードしてすると私の同盟に入れるんだけど、イベントの条件とかもあって、参加条件、一度もドゥームズデイをダウンロードしたことがない端末でイベント開始以降にドゥームズデイをダウンロードした方で、このサイトの中のダウンロードボタンからダウンロードをした方、そして参加者欄フォーム入力から指定フォームにユーザー情報を入力した方。だから今までやったことがある方はなんとね無効なんですね。そう、進め方、イベントの参加方法もねサイトにね詳しくこういろいろ書いてあるので、ちょっと迷ってしまったらここからチェックしてみてください。あとね、このドゥームズデーの公式アカウントもあるので、そちらでもいろいろと今日解説されてたので見てみてください。すいません、もう本当にいろいろ見てね見てねばかりで、あとあの急に全然関係ないけど、今日はあのこの前広島で放送されたチャトチャレの東京 MX の放送もあるので、深夜2時35分からぜひ東京 MX の放送対象の方ぜひ見てください。ロケの方も見てください、そちらもチェックしてください。みんなもね忙しいと思うんですけど、お仕事とかいろいろでも、もしよかったら空き時間とかにでいいので一緒にゾンビを倒して
ゾンビを救いましょう。同盟のね、申請の仕方も書いてるんだけど、そう、同盟にね申請するまでも結構地道な作業だったりするので、途中でうわーってなるかもだけど、ちょっとねそこまでコツコツ、よかったら挫折しずに最後までその同盟に入るまでのスタートライン立つまでが結構心折れかける、そうなの、そうなんだよね。でも私もやったから、最初からメンバーだからって途中からここまで進めておきましたどうぞってアカウント渡されたわけじゃなくて、メンバーもダウンロードして最初からこうやってるから、よかったら、よかったらぜひ BLT 目指して。そう、女の子がゾンビになりかけてる、うわー本当にやってる、そうなの、女の子がゾンビになっちゃうの、仲間の女の子が、そうなのよ、うわーって言って、あのリネタンみたいにうわーってやってゾンビになっちゃうの。 X のリンクは合ってます。そう、なんかリンクが開かないっていう問い合わせが多いらしいんですけど、マネージャーさんに確認したら合ってると連絡が来ました。合ってるそうです。え、開けないんですか。さっきね、そう、その連絡が来てたんですけど、え、みんなゾンビとかゲームとかそういうのやったことありますか。やったことある、開ける、本当開ける人と開けない人がいるのかな。あー、そうかも。 iOS、 皆さんスマホとかアップデートしてるかな。アップデートしてますか。こんばんは。リコちゃん参加してないですね、今回参加してないね。あ、広告ブロックアプリを入れてると開けないかもってコメントで来てる。え、ゾンビをね倒すんよ。でも最初の方はゾンビすぐにやっつけられるんですけど、徐々にゾンビ側も学習して強くなってくるんですよ。いつの間に訓練してるのか知らないけどゾンビ強いんです。だからもう私負けてばっかり、今やったけど怖いね。そうそうだよね、ゾンビさめっちゃね素早いゾンビがいるんですよ。ゆっくり来るゾンビはやっつけられるんだけど、遠くから銃とかで急に押し寄せてくる時がある。高速で大量の大群のねゾンビが来るの。セーブは勝手にされてる。だからあの動物の森とかそういうやつみたいにセーブしますかみたいなやつはないです。だから安心してください、怒られないですよ。リセットさんとか、あのモグラのね、モグラのあのリセットさん、わかるかな、伝わるかな動物の森とかは進んでどんどんゲームやって、毎回毎回あのセーブしないとリセットさんっていうモグラのおじさんに怒られちゃうんですけど、このビュームズデーはそういうシステムはないのでゾンビに怒られたりもしないです。安心してください、もう勝手にされてます。よろしくお願いいたします。またあのパセリがもっともっと強くなって活動とかももうちょっと落ち着いたりしたら、ショールームでパセリのゾンビ見せびらかしたいと思います。詳しくはこちらのサイトの方をチェックしてみてください。もうとにかく特典がめちゃくちゃ魅力的です。特典で雑誌に出れるっていうのがね魅力的なので、チェックをよろしくお願いいたします。ということで今日はゲームのお話は以上に
します。普通にお話の時間に戻ります。みんな話聞いてくれてありがとう、ありがとうございます。付き合ってくれてありがとう。説明下手っぴだったけど、ピョン。パソコンでポチポチしてる？え、パソコンでもできるのか。ありがとう、やってくれて。もうお手数おかけいたします。私今までゲームイベントよろしくお願いしますって言ったのね、ほぼなかったから、ちょっとみんなあまりパセリのファンの方ゲームイベント慣れてないかもだけど、説明上手本当ありがとう、よろしくお願いします。 BLT、 ユキリカとかゲーム強そうじゃない？私は今メンバーコツコツ先に進めてるんだけど、ユキリカの足を引っ張らないようにしなきゃと思って、ユキリカがどれくらい進んでるかも分かんないから、いやめっちゃやってる。うん、こんばんは。でゲームはね、今日から11月30日の18時までです。その間に生誕祭とかリリーベとかいろいろイベントもあるので、そういう移動時間とかにちょっと時間あるなって時にしてみてください。七並べすら最近始めた、なんてこったなんてこった。頑張る、できるだけ頑張るよ、よろしくお願いします。パセリがどこにおるかもわからん。パセリはあのパセリのエリアがあるんよ、なんか277みたいなやつ。 M アンダーバー O0、 できたかな。ちょっとゾンビと遊んであげる、本当お願い、ゾンビと遊んであげて。ゾンビもかまってちゃんだから、私に似てかまってちゃんだから、よろしくお願いします。そう、ゲームを進んだら同盟申請できるようになるっていう感じです。みんなみんなみんな忙しい中、年末とかね忙しいと思うけど、年末に向けてよろしくお願いします。よろしく。ゾンビ倒そうね、ハロウィン終わったけどパズは今日もリハーサルをしてきまして、結構汗だくなんですよ。汗だくすぎて、さっきあのさっきあのなんだっけ X もう脳みそが回ってない、 X に投稿した動画を撮ったんだけどさ、もう汗だくすぎて、リハギがよだれかけみたいな形で、もう汗がこう U の字にここにあったから、さすがにこれ動画撮るのは厳しいと思って、でも何を着たらいいか分かんなすぎて、このノースリーブにカーディガンっていう謎の服装で撮っちゃいました。ノースリーブカーディガン。こんばんは、わわわさん10周年くまありがとう。URL から見れない方は、あの私がリツイートしている、リポストしている Doom's Day のアカウントの公式サイトからも見れます。 STU の公式サイトからも見れるし、あのイベントのホームページを開いたらそこからダウンロードができます。お手数おかけします、すいません、皆さんよろしくお願いします。しんいちさん、だるま、ごんべんさん、バラありがとう。こんばんは。
Google なら入れた。あ、やっぱそういうのあるのか、これだと無理みたいな。ちょっといろいろ試してみてください。ここで挫折しないで、これからゾンビを進めていかなきゃいけないのに、イベントホームページにたどり着くまでに挫折されちゃったら困っちゃう。みんな無事にイベントホームページにたどり着いてください。やすべえさん10ありがとう。おみかんさんペロペロキャンディーありがとう。ごんめいさんバラありがとう。みつさん10313ペロペロキャンディー、はじめ大王さん10、のぶろさんハート、いっちゃんラブレターとくまとありがとう。しょうさんハート、のぶろさんしんいちさんハート、デザイスハートさんハート、かめさんスイーツありがとう。エルさん10周年クマありがとう。まるさんだるまありがとう。みんな早く引っ越してきてね、パセリの家の周りに、パセリの家の周りに引っ越してきて一緒に戦うんだよ。いいかい。やすべさん10周年クマ10匹ありがとう。ゾンビ、え、 BLT オフィシャルさんがリツイートしました。だって、BLT さんリツイートありがとうございます。 BLT の公式アカウントをされている方リツイートありがとうございます。絶対に出たいと思います。そう、もう今ノーマル配信だよー。もうあと2日で卒コンなんですよ。頭が今結構パンパンです。隣取っちゃった。早くない？早っ。え、隣人なの？え、そうなんです。アイスクイーンのサムネが終わってしまった、ショールームの。切ない。早くない？あっという間だったな。本当になくなっちゃったの？ちょっとチェックしてみる、自分のショールーム開いて。本当に？本当だ。普通のパセリじゃん。尾崎セリカ川又アンナが流れてな、並んでる。え、終わっちまった。アバターはぜひ使ってください。ありがとう。荷造りしなきゃ。そうだよね、卒コン。そうだよ、もうすぐだもん、あさってだもん。さとこさん10、レネさんハート、マリオ2さんハートありがとう。クワドリさん10ありがとう。パセリ、パセパセ。あ、前乗りしてくれるの？ありがとう。はじめ大王さん10周年クマ、カーテリさん10、さとこさん10。あ、読んだやつだった、ありがとう。茨城から順調に広島に向かっています。今は高知県に着きました。何日かけて、何日かけて来てくれるの？でも私早く見てほしいよ、みんなに卒コン。昼も夜も見てほしい。あのね、昼も夜も、昼見たからって夜が攻略できると思わないでくださいねって感じ。あの攻略ブックとか、昼公演見た人は攻略ブックを心の中で作ると思うんですけど、夜もこんな感じかなと思うと思うんだけど、残念残念、昼も夜も違いますよ。お楽しみにですよ皆さん。
しかも3期生もいるから、ツアーでこの前正規メンバーね出てたけど、今回は3期生も 2.5 期生もいて48人全員揃ってのグリーンアリーナでのライブだから楽しみすぎです。こんばんは。しゅんさんお疲れありがとう。あ、おやすみなさい。もう寝るの？おやすみ。増田京香さんペロペロキャンディーありがとう。配信で見ます。いっぱい映るといいな。いっぱい見てね。同盟許可された。早い。進めるのも早いし許可も早い。よろしくお願いします。そう、あさって48人でステージ立つんですけど、なんと11月5日には一人卒業しますので、川俣アンピーが卒業して47人になります。だからこの48人で立つ最後のステージがあさっての広島グリーンアリーナでございます。なんてこった。アーナが卒業しちゃいます。実感が湧きません。湧かなすぎて困る。この前2人で帰ってきたんですけど、あのレッスンの帰り、実感湧くって言ったら、なんか結構本人は湧いてるような湧いてないようなそんな感じっぽくて、でも私は全然1ミリも実感が湧かなくって、不思議な感じです。もう4年一緒にいるから。そう、ダブル川俣も終わり。そうなの。4年一緒にいるし、オーディションの時も結構割と近くにいたメンバーだったから、楽屋がね、寂しいよね。でも実感湧かないし、私みほりんが卒業した実感も湧いてなくて、まだ3月ぐらいに卒業したんですけど、みほ、それでもまだ実感が湧いてなくて、今11月か。だから多分アンピーが卒業しても全然実感が湧かないまま月日が流れていって、いつしか実感が湧くと思います。そう、アーナに実感湧くって聞いたら、引っ越しの準備とかするからそれ見たら実感が湧くみたいなこと言ってたから、はーって、そうか。広島にアーナがいないと思ったら無理なんだけど。本当にいなくなっちゃうの？寂しいよね。寂しいですが。そう、吉田中川又が一人になっちゃう。そうなの。サラちゃんだけになる。一般人になっちゃう。そうよ、切ない。なんか当たり前のようにさ、今まで一緒にいたメンバーがいなくなると思ったら。そう、沖前さんね、アーナずっとアーナアーナアンピアンピって言って、チーカーまたって言ってたから、あの3人のねコンビも好きよ。あのトリオも好きですよ。私もう見れなくなっちゃうと思ったら寂しい。吉田中川又は吉田になります。シンプル吉田になっちゃう。高崎彩子はまだ高崎彩子みんないるけど、吉田中川又は吉田になる。おたけさんハートありがとう。しんいちさんバラありがとう。 3R も 2R になっちゃったね。次の未来に向かって送り出しましょう。わあ、なんかすごいデパートのバーゲンみたいなやつ出てきた。阿部寛さん、デパートのバーゲンの時に出てくるようなやつありがとうございます。すごい、10周年。なんかあるよね、そういう
風船みたいな浮かんでるやつ見たことありますか皆さん、お店のなんか上空に。数年ぶりに見た、なんか嬉しい気持ち。嬉しいよ、ありがとう。アドバルーンっていうのこれ、アドバルーン。ね、寂しいよな。ミヨンさんハートありがとう。ボッカさんバラありがとう。ハートもありがとう。フン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 。あーもう眠たくなってきちゃった。今何分だ。34分だって。じゃあ45分から始めたから45分に終わろうかな。ぴったり1時間で終わっちゃおうかな。キョンシュさんアイスありがとう。こんばんは。そうバルーンフェスタ今日から5日間開催です。皆さん佐賀に行ってみてください。バルーンフェスタ来年こそ行きたいなと思ってます。今年はもう厳しそうだから来年はバルーンフェスタ楽しいよ。屋台もいっぱいあって行ってみて。毎年ね11月1日から3日間とかあったりしてるので、今年は5日間ある。行ってみて。そう今日からです。高速道路とかを走ると、朝早い時間とか走ってると見えるんですよ、大量のバルーンたちが、気球がいっぱいなの。だからねこの時期に長崎から福岡まで握手会とか公演とかでお母さんの車で行く時とかは高速道路のパーキングのところに泊まって見たりとかしてました。おみかんさん10周年くまありがとう。かずのしんさんラブレターありがとう。りょちゃんハートありがとう。気球乗れるらしいよ、先着で。先着何人だけど乗れるって書いてた。でも朝早くから行かなきゃいけないらしい。絶対に起きれない、絶対に無理や。卒コン参戦前に昼ご飯転校生か平和食堂か悩み中。両方ってのはどう、両方ってのはどうですか。転校生かはあのお腹いっぱいになったらお持ち帰りもできたんですよ前。だからあのもし無理だったら持って帰って後から食べる。いやでも会場に持ってくるのかやだな、ちょっと隣の人がお好み焼き持参してたらちょっと厳しいかも。香りがメステロ食らっちゃうかもしれない。こんばんは。何がいいかね。広島、でもパセがこの前行った、この前行ったね広島の美味しいご飯屋さんみんなに教えるね。明日またメールでも送ろうかな。あのねあれ送ったっけ、私ショールームで話しただけだっけ。チーズの味噌汁、チーズの味噌汁がめちゃくちゃに美味しかったのですよ。こちらじゃーん、このチーズの味噌汁が美味しすぎた。ビヨーンって。でおにぎりも5種類ぐらいから選べて、私はなんかしらす七味みたいな、七味しらすみたいなやつにしたんですけど、他にもなんか明太子とかあったよ。めっちゃ美味しかった。ここ本当はねアイスパフェがあって、そのパフェを食べに行きたかったんですよ。だけどお昼だったからお腹空きすぎて定食にしちゃった。また行かなきゃ。ゆうちゃんいいねありがとう。じゅうもありがとう。これはなんてお店かわかんない。これサラハさんが教えてくれた店だからなんて店かわからん。ちょっと調べときますね。
Google マップとかでもさ、だってな、里山みたいな名前だった気がする。里山違うかな、ちょっと調べてみます。里山な気がする。違ったらごめん。里山、里山違うかな、そんな感じだよ。でも里山カフェみたいな。違うかな、なんか違いそうな気配。あ、違う、待って、全然知らない地域飛ばされた。石川県に飛ばされたもん、 Google マップで。急に Google マップがさ、ピューンって言ったと思ったら石川県のところ案内されちゃった。絶対に違うじゃん。ちょっと徒歩で5日ぐらいかかります。絶対違います。違いすぎ。そう、場所は把握してるんですけど、場所は本通りの近くで、結構表通りちょっと入ったとこにあるって感じの場所。ちょっと待って、マップで調べてみよう。この辺だ。この辺だな。あり？わからん。私は一体どこでご飯を食べたの？幻の店なの？ちょっと今ストリートビュー見てる。ストリートビューでちょっと調べてます。あれ？ないな。ストリートビューって便利だね。あれ？でもさ、私が教えたらみんなそこに行っちゃうよね。混んじゃうかな。いや、そんないっぱいはいかないか。自分のそんな影響力ないか。ちょいとお待ちよ。レシート、いや、レシートもらわなかった気がする。なかった気がする。ちょっと気になっちゃう。でもこれが、この写真だけが目印です。この位置情報とかないのかな、この写真の。なんて店だ。ソラハさんに聞いたら秒でわかると思う。なんで、悔しい、悔しい。ポストさん、10周年クマありがとう。そうですね、篠野ソラハさんが一番わかると。あ、待って待って、外観撮ってた。私、外観これです。外観これで、一緒にいた方がこちらです。みんなこれ、あ、旅ラボでした。旅ラボね、みんな判明したよ。旅ラボ全然違うじゃん。あれ、旅ラボ、旅ラボカフェでした。あれ、私言ってた、全然なんか里山とかじゃないじゃん。あれ、旅ラボです。旅ラボっていうカフェでした。営業時間は金曜日、一応空いてるっぽい。11時から6時半まで空いてるけど、営業時間は変わる可能性がありますって書いてる。祝日だから。 Google マップじゃん。いや、違いすぎてびっくりした。え、私が言ってたやつは何なの。あ、でも、え、違うよ、みんな見てよ、 Google マップちゃん見て、ほら、里山、里山だよ、ほら。やっぱ里山なんですよ、ほら、見てよ。私は間違ってなかったよ。あれ、旅ラボカフェだけど里山ランチって。里山、パセが食べたのは、パセが食べたのは C ですね。 C のおにぎりランチセット食べた。
おむすび1個とおかずがいっぱい3皿ぐらいと味噌汁、お味噌汁がついてくるやつ。でもいろいろ種類があります。おにぎり2個のやつもある。あとゼリーとかプリンが選べるやつもある。わー、でパフェが、本当は食べたかったパフェがちょっと Google マップさんの投稿からちょっと失礼します。このパフェを食べたくて、え、おしゃれじゃない？ビーカーのパフェ、このビーカーのパフェが食べたくって行ったのにランチ食べちゃった。ランチを食べてしまいましてんな。みやまさん、ハート、いっちゃん10ありがとう。ハートもありがとう。なんかね、このお店ね、お店の有名なやつがプリンらしくて、おしゃプリン、おしゃプリンが売りっぽい。ほら、ちょっと Google マップの画像を拝借いたします。超おしゃれプリン。ワン、お時間です。やばい、剥がし粘らなきゃ。45分になっちゃった。みんな45分。デサイスハットさん、10周年クマありがとう、ありがとう。トシさんもありがとう。クマ、そう、おしゃれプリン。でもこれは食べてない、プリン食べてないから、プリンの味はちょっとみんなが食べてみて。私はランチしか食べなかったよこの時、ごめんよ。ビーカーのパフェも、わあ、紹介せんかったよかった、みんなに先越されるんだまた。うーん、悔しい。カズヤさん10、しーちさんハートありがとう。目の人はキラキラつけてる。そう、つけてる、つけてます。ゴミじゃないよ。あのね、入ったばっかりの頃にあまり目の下にラメとか塗らないようにしてください、ゴミと思われますって言われたことがあって、あの、私が注意されたわけじゃなくて、そういうなんか教わって、配信とかで見るとゴミに見えたりするからあんまりしないようにねみたいな言われてて、だから私あんまりラメとかつけてこなかったんですよ今まで。でも最近ね、これ指原さんのプロデュースのコスメのやつなんですけど、ちょっとメンバーに借りたら可愛くて自分でも買っちゃいました。めっちゃいいです。ライブとかで見るとキラキラして可愛いです。コナンさん10、カズノシンさんレインボースターありがとう、コーラさん10ありがとう、ヨシヒロさん10周年クマ、マコバヤさん10ありがとう。じゃあそろそろお別れの時間ということで、皆様ありがとうございました。はじめだようさん似合う、ありがとう。ありがとうございました。313ハートありがとう。明日も頑張りたいと思います。明日はなんとコンサート前日です。なんとびっくり、早すぎ。明日も元気に頑張ります。なんかこの前のさ、この前のお話し会じゃないや、あれ、この前のなんかの時から声がずっとガサガサしてる。あのめっちゃ叫んだ時、なんだっけ、なんかで叫んだよな、私お話し会だっけ、叫んで喉をやっちゃいましたって言ってるね。ずっとガサガサや。ありがとう。リアルお話し会だっけ、リアルお話し会かマイカー公演どっちかだ。うがいする、ありがとう。ガンダリさん10ありがとう。じゃあ皆様、あの広島の行ってみたお店とか決まらないよって思ったら、また明日の配信で相談してください。パセリいろいろ調べますね。ちょっ
と配信中に調べるかも。ありがとう。みんなも風邪とかにお気をつけて過ごしてください。それでは壇上に行きます。13位おみかんさん、12位ゆうちゃん、11位いっちゃん、10位かめさん、9位ふくちゃん、8位山崎さん、7位よしひろさん、6位阿部ひろしさん、5位かずのしんさん、4位りゅうせいさん、3位ゆうたくん、2位やすべえさん、1位わらいおんさん、ありがとうございます。それでは皆様おやすみなさい。やばい、まぶたが閉じそうすぎる。やばい、お風呂頑張ります。バイバイ、またねー。